はい、じゃあ続きやっていきますか。冬だね。冬でしかももうすぐ終わりそうだね。前回は結構稲作メインでやってたんだよね。まあおかげで堆肥もね結構作ってこう田んぼに与えてたから土壌も状態はいい感じだし、まあまだ冬だから、もうすぐあれか、次の日になったらあれかな、多分種もみ選別とかしてって感じだよね。ちょっと今のうちに材料とかちょっと見とくか。金太、確か武器とかも結構作った気がする。うん、だからね、作ったことには作った気がするんだよね。なんでゆいちゃんおらんの？なんでゆいちゃんおらんの？あ、ゆいちゃん出かけてんのか。多分。したら、とりあえず、どうしようか。飯食って一回寝るか。これに戻りましてござりまする。お、ゆうちゃん、ゆうちゃんお帰り。あ、ってことはもう行った来たしてるけど、ゆいちゃん戻ってきたから。あ、いるね。神様、何か作りますか？組紐が欲しいって感じかな。力に依存する攻撃を神技で行う。まあこの辺作ったとして、あ、扇の紙っことかいいかもしれんな。白生地と千年紙と絹か。千年紙10で何か作りすかよ。絹が2、白生地羽3。OK、ちょっとジーヤにちょっと貿易しよう。貿易したいっす。あ、そう、油あれじゃん。ちょっと油欲しい。あ、絹2、千年紙10って感じか。うん、支払いは87か。ぴったりではないか。よし、これでじゃあ一旦飯食べよっか。いただきます。ごちそうさま。よし、お、春になりつつあります。じゃあジーヤ、さらに千年紙を欲しいので、あ、3つしか取れないんだ。はい、で選別しなきゃいけないのか。田起こしもしなきゃいけないのか。どうしよう、飯食っちゃったわ。とりあえず白なんだっけ、白生地の羽欲しいから、羽ってどこだっけ。大東樹、大東樹だったかな。大東樹っぽいっすね。
主かな。ここね。痛くはないか。あー、ここね。はいはいはい。これ何回もできるかな。いや、ボス系って季節変わったら出現するけど。だよねー。そしたらどうしよっかな。それではこの辺ちょっとだけやって、で稲作しよっか。行ってやめましょう。素直に帰りましょう。一体私は何をしていたの？散々な始まりですね。まあ、とりあえず耕すか。始めるか。よし、こんなもんかな。こんなところか。うむ、よく耕せたと思うぞ。オッケー。これに戻りましてございます。おー、おかえりみんな。あ、もう夜か。じゃあ、種もみせんべいつもしましょう。泥を使ってみよう。よし。少し沈んだか。薄巻き。オッケー。土壌もだいぶいいね。じゃあ飯食べよっか。いただきます。ごちそうさまん。休んで。よし。千年誌も届いたから、あと2つ欲しいんだよね。せっかくだから25でしょ。3パ24。あ、これでいいな。さて、もう春だね。そしたら先にちょっと水張っとくか。かけ流しにする意味はないんだけど。25% ぐらい。それなりに水を張ったぞ。よし。一応ここもう一回行ってみるか。
お、いるね。ラッキー。そしたら、ちょっと待ってね、ゆいちゃんあと一つ欲しいんだよね多分。あ、わん、多分あと一つ欲しいはず。神様、何か作りすかよ。だよね。ただあと夏ぐらいになったら多分 OK かな。したら万全を期したいから、とりあえず、なんかあれだね、そこそこ強くて、体力効果、体力効果でやってないわ。なんか倒せそうな、倒せそうじゃないや、クリアできそうな目標あるかな、簡単にいけそうな。衝突か、宝も取ってないのか。ちょっと探索するか。多分この辺が今ちょっと強いぐらいで、今どこに向けて技放ったの。あいてや、よし。これ意外にコンボとかしてないかもしれん。あと宝があるんだね。あいてや、この辺にあるの、この上か。あんちゃん、あ、組紐もゲットした。やった、あ、痛い、あ、つい、ちょっと回復しようけど、ちょっと前までさ、爆発で9割ぐらい削られてた気がするんだけど、トゲなくなったよね。いいね、この何、大攻撃を俺は今までほとんど使ってなかったわ。回復、回復、ポンポンしてる、ポンポンしてる。あ、やばい、けどだいぶ普通に戦えるようになってきたな。よし、トーハー、ちょうど空腹状態になったわ。よーし、そしたら どこだっけ、まださあ、なんだかんだまだこれか。飛躍の元がね、いまだに溶けてないんだよね。よし、あれしてなかった。派遣毎回俺忘れるよね。ダメだな。あ、いいね。よし、じゃあご飯食べよっか。田植えもうすぐかな。何か食べるますか。よし、体力効果であれしたいから、とりあえず飯食ってごちそうさまして、おう、どうしよう、先にやることやっちゃおう。体毒効果でどうだ、ここか、ここ。これで OK。あとは、宝
ターがね、多分ね、その毒の霧の先にあると思うんだよ。俺はそう踏んでる。どの辺にあるかな。この辺か。ってなると多分こっから下行ったところなんだろうな。ここか。あったー、面ゲット。何の面だ。これか？違うな、服の面か。小悪を持ってる量に応じて運気が増減する、これかな。あ、これか。毒属性の受けるダメージを 50% 軽減とか。なるほど。まあどれだか分かんないけど、とりあえずゲットしたので、そしたらもういいか。もう用済みです。お、いいね。少しずつ攻略できてきてるぞ。ちょ、一応行ってみていい？羽欲しいからさ。あ、いるじゃん。オッケー。じゃあ2回に1回の周期で復活するんだ。いい情報知ったわ。あ、待って、あ、待った。先にあれだ、ゆいちゃんにあげしてもらって、作ってもらってからの方がいいな。ゆいちゃんこれ作って。 OK。ゆうちゃんかわいすぎんだろ。んで最初派遣でゆいちゃんを、ゆいちゃんじゃねえんだな、ミルテなんだよな。で梅が欲しいんだよな。梅ってこの季節まだないか。あんじゃん。でゆいちゃんでここかな、キハダ。うん、であと装備で水、次のあれって水属性だっけ。名水か。いや本当はこれをこの何、扇の神子にして、で進化を命上昇、仁義上昇、運気上昇みたいな。運気はいらんか。あ、耐水とかね。うん、腹持ちとか。待てよ、 50% か。50% ね、密属性 50%。 さっき密属性耐水がこれ 20% でしょ。あー、3、4、5か。あー、同じか。そしたらあれだな、とりあえずこれかな。まあ、ありっちゃありだね。あり。ありよりのあり。じゃあ、田植えしましょう。ちょっと、田植えする環境じゃねえんだわ。田んぼに水を入れ。田西を返して、つくしを取って、あと梅、この辺になかったっけ。梅欲しいんだよね、梅。
梅ちゃんまだ。それなりに水を張ったよ。しじゃあ田植えしましょうか。さてと、なんか面白い植え方しようかな。間違えた。面白い植え方ちょっとしてみたいなと思った。こうなんか螺旋状に植えてみるみたいな。植え方自由だから。別にこのマスの通りに植える必要ないじゃん。ただすごいぐちゃぐちゃしてるけどね、線も。だけどこの植え方あんまりよろしくないかもしれない。なぜかってもう苗が残り少ねえ。つらい日々螺旋植え。あ、だけどちょうどいいか、これもしかして。どう？あ、何？種つかみの匠。一度に手に持てる苗の数がさらに増えるぞ。もはやわしの左手は苗かごも当然。なわけがあるか！乗りつこみですね。ちょっとあれですね。そしたらこの辺に植えるか。ほ、なんか螺旋感がないね。螺旋感がなくなっちゃったな。ほ、うん、ちゃら、よし。あ、標準。オーケーリー。あ、梅ちゃんありがとう。いいね、なんか螺旋感が出た。螺旋感が出たわ。ちょっともう何やってるかよく分かってないな。稲作は遊びだと思ってるよ。神様、何か作りすかや？あ、海いらないか、もしかして。あ、いるわいるよ。神様、いるいる。これこれ。このカゴメの終了儀に梅もう一つ欲しいわ。あと木肌。朝も結構欲しいな。いや楽しいね、なんかこうやってスローライフしていくと。スローライフしていくときが一番楽しいかもしれない。永遠に稲作だけして、なんかもうゴリゴリに強くして、もう敵を蹂躙したい。あ、屋根の上登れるんだ、初体験。じゃあどうすかな。飯食って、なんか貿易でさ、あー、いっか。飯食って。何か食べるますか？あ、七草がゆとか美味しそうじゃん。なんで七草がゆす？こんな三つも種類あるの。ちょっと効果違うしさ。これいいよ。よもぎ汁でしょ？で、炙り焼き。もしかしてさ、炙り焼きってさ、あ、大丈夫か、炙ってるだけか。あ、炙ってるだけ。納豆、ちょ気になる納豆。だけど七草が言うと納豆ってそんなに合わないかもしれない。まあいいでしょう。油使いたくないから
これかな。じゃあ納豆の感想聞かせてよ。いただきます。な、え、猫、ね、猫だ。納豆はどこにかけてるの。あ、好きじゃなかったか。まずいんか。あんまり好評ではなかった。